急なんですけど、あの高校1年生の時の入学したてぐらいの時に放課後に100均で買ったもので一番強い武器作った人の勝ちゲームみたいなことしたことあるんですよ。その時あのステンレスラックの棒の下になんかテーピングをぐるぐるにしたドロップの井口達也が持ってるようなヘンテコな棒を友達が作ったんですよ。でなぜかそれを帰りに僕のカバンに入れてたんですよね。で僕はそれ全然知らなくて、ほんならそのカバンの中にある状態である日教室に先生が5人ぐらい入ってきて抜き打ちで持ち物検査しますって始まったんですよ。みんな各々カバンを机に置いてなんか大丈夫よなって確認していくんですけど、まあ僕も別に何もないよなと思ってたら、ほんならさっき言った棒がカバンから出てきたんですよ。いややばと思って、みんなねカバンだけじゃなくて引き出しとか体まで触られて確認されてるんですよ。これ見つかったらえらいことになるぞと思って、もう仕方ないんで生ケツに挟んだんですよ、縦に。もうこれしかないわっつって、ほんならそれ気づいた周りの友達とかなんかニヤニヤしてるんですよ。でもうドッキドキで僕の番来たんですけどバレなかったんですよ。やぶねえと思って、で一息ついてふーって椅子に座ったらテコの原理で棒が上に向いてケツにとんでもなく食い込んだんですよ、縦に。いやーみたいな声出て周りの女子ドン引き。実際穴に入ってたかもしれないですね。まさに棒にあたる。